土曜日に夫と二人で温泉旅館に宿泊。夕食前に風呂へ行きガラッガラ。持参したシャンプー、ディースホカで一通り洗った後、他にお客もいなかったので、自分が使っていたシャワー台にシャンプー類を置いたまま温泉に浸かりました。しばらくすると、5歳くらいの女の子を連れたばあさんがやってきた。いくつかのシャワー台を見回した後、なぜか、私のシャンプーなんかが置いてある台へ直行。持参しただろうミニボトルに、私のシャンプーその他を映し出す。慌てて、私のです。やめてくださいと伝えると、ババアが、あら、やだ、旅館のと勘違いしちゃって、うふふ。と謝りもせず返す素振りもなし。旅館用意のものは、安いリンスインシャンプーとボディシャンプーのみ。あんだけ全体を見回しておいて、そこ一箇所だけに、旅行用のミニボトルがあれば、どう考えても、人のもんだと分かってただろう。ミニボトルなので取られたら、なくなってしまうので返してと言うと、ぶつくさ言って、くれたっていいじゃないケチね。勝手に取っていけ。と吐き捨てられた。それから聞こえるように、ケチだねえ、ばあばのものなのに、怖いお姉さんに取られちゃった。女の子、あればあばのなの？ババア、そうだよ、くれたのに泥棒されちゃったの。と、会話。ムカついて風呂から上がり、部屋で夫に愚痴り30分後、食堂へ。食堂へ行き、席に着くと、後ろの席がクレババ一家だったらしく。女の子が、あ、泥棒、お母さん、あのね、この人バーバのシャンプー取ったんだよ。と、指さして言ってきた。すると、相手の旦那さん、女の子の父親が、どういうことだと娘に聞いて、バーバのシャンプーを泥棒したの。悪いことだよね。と、訴えていたところ、奥さん、女の子の母親に、やめなさいと話しかけたが、そんな奥さんに、旦那さんが、大したものではなくても、はっきりさせなきゃいけない。娘の教育のためにも許してはいけないと言って、私に、人様のものを盗むなんて、どういう神経なんだと言ってきた。盗んだのはババアで、こちらは、風呂場で嫌みったらしく泥棒だと吹き込ませていて不快だったと伝えると、旦那さんがはてな？となったところで、お待たせとババア登場。ババアに事情を聞き出している時に、奥さんがババアに向かって、もう嫌だ、この泥棒、旅行に来てまで、こんなことするなんて、と、切れた。旦那さんが、おい、どうした？落ち着けと、なだめると、ずっと言えなかったが、過去に、何度も、スーパーから義母が万引きしたと、電話があり身元引き受けに行っていた。我が家に来た後は、必ず何か盗まれている。両親のいないお前の言うことは、誰も信じない。もし、万引きを告げ口したら、息子と離婚させてやる。みなしごなんかに、孫娘ちゃんの親権は渡らない、と脅されていた。同居の話が持ち上がって、可愛がっている孫娘と暮らせば、悪事はしないと期待していたのに、よりにもよって、孫娘の目の前でも、盗みをするなんて病気だ。と、涙ながらに訴えていた。旦那さんがババアに確認。以下ババアの言い分。お父さん、ババア旦那が亡くなって寂しかったんだよ。私はかわいそうな人間なんだ。だから何でももらってもいいだろ？現に罪に問われていないんだから、私は悪くない。こんな哀れな私を、こいつ、私はシャンプーすらくれないし、嫁子は、同居しないなんて意地悪する人でなしと、よくもまあ、な発言をする。すると、奥さんが、もう顔も合わせたくない、私は部屋に戻ると、言うと、旦那さんが、お前が戻る必要はないと静かに言った後、ババアに向き直り、窃盗を繰り返して、世間や嫁にひどい言葉をかけ、嫁を脅す人間とは一緒にいられない。娘の教育にも悪いから、同居はしない。表にタクシーを呼ぶから、支度をして帰ってくれ。これが最後の援助だ。と、万札を数枚、ババアに渡した。ババアはひどいだのわめいていたが、息子に引きずられて、食堂から出て行った。奥さんに謝られ、とりあえず自分たちは席について食事をしていると、旦那さんが戻ってきて改めて謝罪された。お姉さんは泥棒じゃない。間違えてひどいことを言ったから謝ろうね、と、彼らが女の子に言うと、
女の子もごめんなさいと謝ってくれた。それから互いに食事したんだけど、やっぱり気になって耳がダンボになってしまった。旦那さんが気づいてあげられず、ごめん、俺が守るのは嫁子たちだからと言っていてジーンとしてしまった。食事の最後の方は笑い声を上げていたからよかった。幸せになっておくれ。